どうもこんにちは、ザワチャンネルです。先に皆さん、ありがとうございます。1月のね、末から始めました、ザワチャンネルメンバーシップガルコ選抜、続々とですね、入部者の方が、入部していただきまして、本当にありがとうございます。かわいいね、バッジとか、そしてコメント欄で使えるね、まあ、ロゴであったりとかもね、用意しておりますし、まあ、3月、4月に予定しております、箱根駅伝、クイズ王、こちらの方でもね、メリットが、ある制度となっておりますので、ぜひとも興味のある方は、ご参加、入部よろしくお願いいたします。はい、ということなんですけどもね、今日は全日本実業団ハーフの、話をしたいなと、先日ねエントリーリストもドーンと、まあ、出て、まあ、2021になってもね、結構中止になったりとか延期になったりとかっていうニュースが多い中、まあ、こういうふうにね、全日本実業団ハーフが、開催されるということなんでね、本当陸上ファンにとってはねもう嬉しい限りではあるんですが、またまたねこのエントリーリストが本当にね、またざわつかせるんじゃないかなというふうな感じになっておりまして、まあ、やっぱりねもう一番の注目、選手ですよね。まあ、僕が思うのはやっぱり、相澤晃選手、伊藤達彦選手、こちらのね、2人がエントリーしてきていると、まあ、しかもね、伊藤選手はニューイヤー走ったんですけれども、相澤選手はね、ニューイヤー走ってないんで、まあ、このロード、ハーフマラソンの相澤選手ですよね。まあ、おそらくハーフマラソンとなるとユニバーシアードを決めた、日本学生ハーフ、あの時が、まあ、最後に、なってると思うので、まあ、それからですよね、まあ、ユニバーシアードでしっかりと金メダルも取り、さあ社会人、まあ、1年目今から2年目突入いたしますけれども、このね、全日本実業団ハーフでしっかりと、爪痕を残していただきたい。まあ、本当だったらね都道府県駅伝とかね行われて、この伊藤選手と相澤選手のねランデブーっていうのがまた見れたかもしれませんけれどもね、もしかしたらこの全日本実業団ハーフ、また相澤選手、伊藤選手のねこの箱根駅伝2区の再現じゃないですけど、これがね、実現するかもしれないんで、これはちょっとね激アツなんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ、去年のね優勝者ジェームズ・ルンガル選手、僕去年写真撮ってるんですよね、こんな感じで。はい、ルンガル選手も59分台ですからね。まあ、まだ過去を見ても日本人選手でね1時間のね壁を切った選手はいないと。まあ、去年小倉選手が1時間0000でね、ハーフの日本新記録出しましたけれども、このね全日本実業団ハーフもですね最高タイムが菊池雅人選手1時間00秒32と、いうことでね、もう1時間台なんですよね。まあ、去年優勝した、古賀選手もね、まあ、1時間台、1時間1分を切ってね、ゴールしてますけれども、まあ昨今のね、やはりこの高速化、こちらを考えてみ、ればですね、この全日本実業団ハーフ山口でね、1時間を切る、日本記録が出ても本当、不思議では、ないというふうに、思いますのでね、ぜひともですね、まあ、去年は、ハーフマラソン、世界記録もね、更新されまして、今世界何分と思いますか？まあ、今までは58分台、ジェフリー・カモロー選手っていうね、本当強い選手が持ってたんですけれども、まあ、去年のね12月のバレンシアハーフ、こちらでなんと57分台、しかも4人誕生してますからね、まあ、その中でトップだったのがキビオット・カンディア選手と、去年のね世界ハーフでは2位に入っている選手なんですけれども、こちらの選手がなんと57分32秒と、いうことでね、まあ、くしくもこの菊池選手の、タイムともう3分もだから1キロ以上もね、差があると、いうことですけれども、しっかりとですねこの全日本実業団ハーフ、1時間を切るタイムを見てみたい、大会新記録を本当に見てみたいと、思ってますんでね、参加される、選手の皆さん、ぜひとも、頑張って、いただきたいなというふうに、
思います。まあ、本当にこの全日本実業団ハーフね、まあ、今までね日本人トップでね、優勝した選手を見てもですね、あの MGC でね、優勝いたしました中村翔吾選手も、これね、優勝していますし、あの藤本拓選手、まあ、藤本選手は地元なんでね山口県出身ですから、藤本選手もこの全日本実業団ハーフしっかりと好成績、残してますからね、まあ、この全日本実業団ハーフをステップアップにして、次のステージですよね、世界というね、筋書きもね当然、あると思いますのでね、本当にね、ハイレベルな戦いをね、期待していきたいなというふうに思います。いや本当にねすごいですよね、あの日本選手権1万メートル、27分台の選手もねダダダダダダッとねこちらエントリーして、まあ走るかどうかっていうのはちょっとねまだ分かりませんけれども、まあ、見た感じ、鈴木健吾選手、久保田忍選手、西山雄介選手、あと青木選手ね、浦野選手とかもねしっかりこちらエントリーしてますし、まあ、やっぱりあの27分台といえばね河合大二選手、東エネック、まあ、河合選手ねスタミナもね、ありますけれどもね、こういったスピードもしっかりとつけてきてますんで、このね河合選手のまたハーフマラソンというのはちょっとねまた期待してみたいなというふうに思いますし、あとコニカミノルタ米満選手第96回のね箱根駅伝1区で区間賞を取りまして、まあ一番佐藤悠基選手のね背中を脅かしたと言っても過言ではね、この米満選手もこちらエントリーしていると、こちらもねちょっと注目していきたいなというふうに思ってますし、出てきました、本田、設楽悠太選手と、なかなかね、設楽悠太選手この全日本実業団ハーフを走ることっていうのが今まで、なくて、まあ、一昨年ぐらいにちょっと出るんじゃないかみたいな、感じだったんですけれども、結局ね、まあ、出場することはなかったと。いや本当あの設楽悠太選手がこの山口で走るっていうのは本当あの彼がまだ中学校の時のね、全中学で、あれぐらいまで遡るんじゃないかなっていう風なね、感じもいたしますんでね、ぜひともね、設楽悠太選手、山口の地でね、ハーフマラソン、もう日本新記録をね、目指して、頑張っていただきたいなという風に、思います。まあ、当然ねもう着々と、復活してきました浦山健太選手、こちらの選手もね、しっかりとエントリーしております。去年はねちょうどあの東京マラソンに走る前のね、まあ、準備段階での、ハーフマラソンということでね、いろいろ、確認しながらの、ハーフマラソンであったと、いうことだったんですけれども、ね、今回おそらくもうガチで来るんじゃないかなと、本当はもう日本新記録も、視野にね、ガンガン攻めて、行ってくれると思いますんでね、本当にちょっとね、東京マラソンで、まあ、思うような結果が出ず、ちょっと僕もね心配してたんですけども、まあ去年の秋口からねしっかりとトラックで28分台そして27分台と、しっかりねもう本当ステップアップ踏んできてますんで、いや今回のね村山健太選手、いや本当ハーフガチでボーンと、行くことを考えればね、とんでもない記録がね出てもおかしくないと、僕ね、思ってますんで、ぜひとも村山選手頑張って、いただきたいなというふうに思います。そして、やっぱり、ね、一番楽しみなのはこちらですよ、今ね、ありますけれども、わかりますか皆さん、佐藤悠基選手ですよ。はい、まあ、佐藤悠基選手はね去年は、丸亀ハーフか、丸亀ハーフを走りましたけれども、まあ、今回全日本実業団ハーフ SGH でエントリーと、まあ、走りもね、当然気になりますけれども、まあ、去年もね、まあ、東京マラソンが終わってちょっとね、休息期間を置いて、まあ、秋口からバーンとねもう駆け上がっていかれましたからね、もうしかもニューイヤーのあのね区間賞の走りを見せられると本当にまたまたね、とんでもないことをやらかしてくれるんじゃないかなというね期待がね、本当収まりませんので、こちらね佐藤悠基選手、まあ、またねこちらサングラス、変わってるかもしれませんけれどもね、佐藤悠基選手のね、オークリーサングラスにもね、ぜひとも、注目していただきたいなというふうに思います。さあ果たして山口の地でハーフマラソン日本新記録が生まれるのかどうか、けど本当にね見てみたいですよ、59分台ランナー、この59分のね領域に初めて踏み入れるのは果たして誰なのか、大注目で行ってみたいなと思います。今日はこんな感じで、ザワチャンネルでした。
はい、今日ね、おまけということでですね、実は、日体大 OB の、めぐりや選手からですね、ちょっと縁がありまして、こちらのめぐりやコーヒーを、いただく、ちょっと機会が、ありました。めぐりや選手といえばね、本当に日体大の箱根駅伝、6区とか、あと4区も走ったことあるかな、6区の、ね、スペシャリストという形でね、日体大の駅伝部、頑張ってらっしゃった選手なんですけれども、キャラクターですよね、めぐりや選手の、ヒッチハイクとか、ありましたけれども、そういったキャラクターで、駅伝大好きアイドルのね、西村菜々子さんね、菜々子さんからもね、このめぐりや選手って面白い選手なんですよっていう紹介されるぐらいのね、選手なんですが、こちらのめぐりや選手が、作られたコーヒーを今日はちょっとね、飲んでみたいなと思います。さあ、手術がね、終わりましたんで、ちょっとね、早速ね、飲んでみたいなと思います。匂いはいきます。コーヒーですね。だから酸味もそんななくて、そうですね。いや、美味しいですよ。ちょっと甘いものがここにね、あったらもっといいなっていう感じですけどね。はい、いいですね。こちらのね、めぐりやコーヒー、注文ね、受け付けているということですので、動画の説明欄に、そのね、注文先貼っておきますんで、もしもね、ちょっとめぐりやコーヒー飲んでみたいなと思う方はですね、注文してみてはいかがでしょうか。めぐりや選手、ごちそうさまです。